チャンチェンモ川は、インダス川水系の一部である食川の支流である。中国とインドの国境紛争地帯であるアクサイチンの南端にあり、パンゴン湖流域の北にある。カシミールの中国が実行支配する地域のラナク峠付近を源流とし、西に進んでラダックの食川に合流する。流路の中央部には、インドと中国の間の実行支配線上のコンカ峠がある。 全体を通して、カラコルム山脈の深い峡谷である。チャンチェンモとは、チベット語で、大きな北のを意味する。1916年のインドの地図におけるチャンチェンモ川、1955年のアメリカ陸軍の地図におけるチャンチェンモ川、チャンチェンモ川は、北のカラコルム山脈の末端部と南のチャンチェンモ、山脈の間のくぼ地を流れている。その源流は、谷の中央の低い尾根にある。 ラナク峠の南西にある氷河にあるが、窪地はその先のチベット領内まで続いており、国立作まで続いている。南側の山は北側の山よりも氷河が多く、チャンチェンモ川の水の多くはこの山に由来しているものと見られる。チャンチェンモ川はその流路の大部分が砂利の上を流れている。多数の支流が南北の山脈から流れ込み、沖赤土がもたらされている。 沖石戸には草が生えており、ラダックの人々は秋の放牧にこれを利用する。しかし、雪が降ると草が雪に覆われて家畜の食料がなくなる危険性があり、その前に峠を越えて帰る必要がある。チャンチェンモ渓谷の中央にはカラコルム山脈の大きな死脈があり、川はその丘の中をジグザグに曲がりくねって流れている。ンカ峠はそのような丘の最後にある。 新脈の西には、クグラン川の大きな支流が流れ込んでいる。その東側には、ジャプサン川が流れ込んでいる。ンカ峠の西側には、キアム、ツル、パンザルという三つの有名な放牧地がある。また、北西のクグラン川の谷間には、ゴグラというもう一つの放牧地があり、ここでは、チャンルンという別の支流がクグラン川に流れ込んでいる。パンザルより狭い峡谷に入り、 急流になる。渓谷のこの部分は冬に川が凍結する場合を除いてとかすることはできない。1800年代後半、インドは大陸とタリムボンチ間の貿易を促進するために、イギリスは関税が高く通行が困難なカラコルム峠の代わりに、チャンチェンも渓谷を経由するキャラバンルートを推進しようとした。ジャンム・カシミールの君主ランビール・シングは、イギリスの要請を受けて、 チャンチェンモ渓谷沿いの道を改善した。しかし、このルートは伝統的なルートよりも長く、標高が高いことに加えて悪災鎮の荒涼とした砂漠を通過するため、1890年代になると商人たちはほとんどこのルートを使わなくなった。また、チャンチェンモ渓谷はイギリス人将校の休暇中の狩場としても人気があった。九百五十年代以降、 この川は中国とインドの間の紛争地域になっている。そのため、根果峠、ホットスプリングス、ソグサルなど双方の国境中トンチが数多く存在している。1959年のコンカ峠事件など中印間の衝突が多く発生している。ありがとうございます。